はい、今日は重要機密事項の、作業場に来ております。じゃあちょっと現場のヨッチーさん、ヨッチーさん、何ですか、ヨッチーさん、現場のヨッチーさん、はい、何でしょう、何でしょう。じゃあちょっと説明の方お願いします。ちょっと今静かにしてもらっていいかな。打ち合わせです。資格を作ってもらうの、あ、打ち合わせ中ですか。そうなんです。資格を作ってもらうのに来てんですよ。はい、どこに来てるんですか今日は。言えないですよそんなこと。なんで切れてるんですかそんなに。言えないですよ。だっていい気分だから。某秘密基地です。そう、某秘密基地。はい、今日はてっちゃんもちょっと顔は出せませんが。あ、いいよ出して。あ、ちょっと出ちゃいましたけど。本当は出たいんだよ。とりあえずね、仕掛けを作ってもらうのに、うん、これいきますか、もう何セット、うん、3つで、うん、3つでいってもいいし、例えばこれを2つ、うん、で最後のあれをシングル。あー、そしたら俺逆にこうなんですよ。あ、そうなの。こう、もう基本的に真ん中なんですよ、かかんのが、うん、これがいい感じです。じゃあこうしたの。じゃあこうしますか。じゃあこれはこうで、これをラプターにするの。ラプターでもいいです。これでも真ん中食わせだったらあれじゃない、1本です。うん、かもしれないんでね。じゃあこうにして、そうこう、やっぱこのセットがいいかもしれない。そのセットね、はい、分かるな、うん、これだよな。ちなみに普段これね、普段これ、よっちも、じゃあ試しですから、うん、これで。じゃあちょっと作業進めていきましょう。はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃあ2人そちらへ。え、そちらへ。はい、感謝状、セカンドライフ殿、あなた方は YouTube 動画の企画10匹釣れるまで終われませんにおいて、雨にも負けず風にも負けず、そして仲間の裏切りにも負けず、見事に目標を達成し、我々リスナーに勇気と感動を与えてくれました。その功績は多大である。感謝の意を表彰させる。おえ、待て、よって、誠に勝手ながら独断で全国100万人のファンを代表して、感謝の意をここに奉仕、記念品として禁断の玉手箱を贈呈いたします。令和3年8月15日年をセカンドライフの大ファン、てっちゃん&エムママ。あー、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うれしい。これが禁断の玉手箱です。どうぞ。マジか。パチ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 。ありがとうございます。企画成功おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めちゃめちゃ嬉しい。開けてみてください。開けてみてください。マジか、これ一気になんか5、60になっちゃう。ナイス。どうかな。何、禁断の、うわ、アブガルシア、アブガルシア、ナンタルシア、アンダルシア、マジっすか、マジっすか。どうぞ受け取ってください。マジか。これからも頑張ってエビを釣ってみんなを楽しませてください。あれ、しかもカウンター付きじゃないですか。うん、マジっすか。うわ、マジか。ちょっと嬉しい。かなり嬉しいです。マジか。やったぜ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これからも楽しませてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いいよ、めちゃめちゃ嬉しい。禁断の玉手箱だから。ここがさ、変えられるの。ああ、もう距離が、うん、なるほど。どこどこどこ。どこどこ。ああ、なるほどなるほど。うん、で、アブのホームページで同じものを引いてもらうと、セッティングの仕方が、あ、はいはいはい、で4通りあって、
これは P の8号巻いてるの。なるほど、うん、何個でも巻いてる、はいはい、そのやり方が書いてあるんで、タックルバランスを考えてどういうの巻いてください。なるほど、どんどん釣ってください。ありがとうございます。で、なんだっけ。ちょっと待って、ちょっと感動で言葉出てこないですけど、おちいさん、はい、お願いします。今ですね、今やってますよ。入れるの苦手なんですよね。得意でしょうよ。何を言ってんの。でこれはこうする。これも通しちゃった方がいいですか。あ、最後のだっけ、真ん中だっけ、真ん中、あ、通しちゃって、通しちゃって、うん、通しちゃったらいいの。どうやって通してるんですか。じゃあ穴に入れるだけで、上の穴に入れる、下の穴、違う違う、まあ、上の穴も下の穴も得意ってことですね、よちさんはね。そういうことですか。そういうこと聞いてたんですか。今分かった。今も分かった。俺らは普通今真面目にやってるから。ああ、マジ、え、俺もすえ真面目に聞きましたけど。ふざけんじゃねえ。今余韻に浸ってんだから、そんなこと言ってんじゃねえ。これできるとするじゃん、うん、君に使わせねえから。いや、それが釣れるかどうかは俺が試してみないと分かんないかもしれない。針と針の間隔は何センチでしたっけ、うちさん。 2.5、 これ 2.5 ですよね、大体。そうだね、これはね 2.5 ぐらい、うん、まあ 2.5 ぐらいがいいかな、うん、基本はさ、あのプレデターもラプターも10センチ10センチぐらいの長さにしてる。うーん、はいはい、うん、でプレデターの場合はもっと長さを必要とするんだけども、うん、ラプターの場合は10センチ10センチ、うん、だから往復で40センチ。なるほど、うん、なるほど、うん、いくつ、これで全部で11センチぐらい、11センチぐらいかな、うん、どこまで10センチ、ここからここまで11センチぐらい、うんうんうん、まあ、ここはもっと短くてもいいかな、うんうん、やっぱそう考えたらこのぐらいなんですね、うん、基本的に。そう、10センチやっぱそうなんですね、うんうん、それでここで止まるでしょ、重りを入れるために、はいはい、うん、あー、なるほど、うんうん、でもそこについて俺もまた細かいさ、うんうん、パイプを入れるってこと、うん、そうですね、うん、いいと思うよ、はい、うん、大丈夫ですね。ただこれが本当に短くなっちゃうと、うん、作業性が悪いじゃないですか、うん、だからこれは残しておいてもいいと、あ、つまめるから。なるほどね、うん、だからそこへパイプを絡ませたらいいと、はい、このパイプ、ね、そうするとやっぱこれがいいってことですね、うん、はい、そのやり方がね、これいいね、うん、ワイヤーが、ワイヤーはこれ38でいい、はい、いろいろあるけど36も37もある。これで 何キロもあるんですか。ここに書いてある、書いてある、ね、これですか。あ、26キロ。全然26キロなんで、全然いいですかね。うん、寝起きればこれでいいと思う。これが20ですか。40センチ。あ、40センチ。折り返すから。折り返すから。40センチで、カットする、うん。で、これを2つ折りにする。はい。2つに折ってね、はい、ギューッと絞ってきて、ここを折ってしまう。あ、そうするともうここに入る。なるほど、うん、で、必要なもの、うん、ここを止めるスリーブ、うん、と、これ、玉、この順番になるように入れてみて。スリーブか、それ、うん、通した、うん、うん、ここだね、うん、で、こっちの残したい分を上で一回止めちゃう、ここで、うん、でね、これね、走れる時にワイヤーがよれるの、これ、はい、最初にこれをつけちゃうと止めた後にこれがよれるのよ、うん、よれると変な方向になっちゃう。だからこれで決めてやった後に針の位置を決めてる、うん、だから10センチ、うん、10センチ、うん、2人ぐらいですね、うん、これね、俺でもね、結構失敗するのさ、俺がスリーブが S ってやつなのね、うん、で、ここに 2N と S とか SS って書いてあるのね。あ、本当だ、うん、で、S ってどこで止めるのよ。え、これってホームセンターで売ってるんですか。売ってる。どこに売ってるんですか。スリーブだと思う。あ、なるほど、うん、でも同じもの売ってないよ、これカスタムしてあるから。 S を使うんですね、真ん中の、うん、真ん中の S を使ってこれを、まあ、電気のあれですね、圧着ペンチみたいなもんですよね。逃げるな、今日は。なんだよ、多分アルコール。そうか。うずっちゃう笑い方がよ。逃げるんだ、ほら。こうやって、おー、うん、
簡単に、うん、抜けしてくる。これ失敗したらダメだ。振りじゃないか、うんうん、ああ、そうじゃない、そうじゃない、あの縦にじゃない、縦に、縦に潰す。どうですか、こう、違う、逆こう、うんうん、そう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 、確かに軽くこうやってみた、確かに軽く、そうじゃない、そうじゃない、S でいいですよね。そう、まあいい。こういいですよね。酔っ払ってる？いやいやいや、合ってますよね。まあいい。ですね。はい。いい？左すぎるね。うん。これ遊び、これ遊びないのに、遊びができちゃったってことは、これあれですか、まあ、ずれたってことですか、まあ、人間性のもの。まあ遊んでるってことじゃないかな。そうだな、ここで10センチだったから俺の方だな、ずれたの。でもね、うん、重りを通した時にここは入っちゃうのよ。そうですよね。だからここに当たるからいいかもしれない逆にね、うん、まあ最初だからさ、うん、でこれこう開いてやってさ、ここの上にこう立ってくるようにつける。で順番、順番を追って胴につけたいっていうのさっきあったよね、うん、この順番に入れてる。あ、これは片っぽ通してんだな、うん、え、この2つ入っちゃう場合って、うん、真ん中でいい、真ん中で、うん、それでこれをこうに背中合わせにすると、うん、この叩き同士がこうなっちゃって入らないから、これは、うん、そうそう、こうしちゃって、うん、あ、こうっていうか、うん、超難しい。まあでもここを通せばいいってことですね、うん、そうそう、これはね、うん、うん、そしたら最初にその3つ入れちゃって、あ、入れちゃうと思うんですよ、うんうん、くるくる回るから見えないから、ここ一本ワイヤーが立っちゃったから気をつけて。あ、これ、うん、こんなことをやってんすか、毎回。変態でしょ。変態っすね、マジでこれできねえっすよ。刺さりましたね、これ、はい、でこの目に対してこうに立ちたいわけよ。はいはいはい、ね、まあ、あとでも動かせるんだけど、うんうん、でここの残りワイヤーの、うん、もうどのくらいにするかっていうのを自分のあれで決めてもらっていいし、それ、でも認識してればさ、あとでほら餌つけてなんかそれに、ああ、でも俺極力切ってんすよ、 そこって、うん、でもこのくらい残した方がいいかな。ああ、そうですね、 これも残してるんで、うん、そのぐらい、うん、残してこれで潰す。潰してみますね。あ、返しがあるからもう針が回っても別に問題ないのか、うん、うん、あの返しっていうかこの叩きがね、うん、大丈夫、ダメじゃん、これちょっとやめ直そうぜ、 NG。 今ちょっと雨が降ってるからよ今すごい降ってるんだよ。天候は釣りは結構影響しますからね。あ、もう左右されるね。これやばくね。 2.5cm？ 2.5 センチぐらいのリスができる、そのぐらいじゃないですか。え、こう、そうですよね。1センチ、2センチ、2.5、もうちょいこの辺か、うん、ガソリンも持ってきますか。ガソリン、あ、ありがとうございます。ちなみにこれ全部あれですか、釣り具屋さんで。あ、まあこれは見たけど、釣り屋さんに売ってる。うん、てっちゃんも取りました。やばいよ、だって来るときにあの、うん、てっちゃんも無償提供者っていう紹介をしてるあれ、なんかメーカーの人じゃねっていう話をしてて、うん、で、うん、島野じゃねって言ってたら違う、ダイワだって言ってました。ダイワ？ダイワだって。あの、ちょっと目疲れちゃったからやって。まあ、あの、リクさんはあんな感じだよ。うん、あとはもう若いもんに任せてよ。いいっすよ、ちょっと頑張ってやってみますか。おぉ。じゃあ、いただきます。はいっす。あ、お疲れ様です。はいっす。はぁ。ちょっと早くしてもらっていいっすかね。一回止めろよ。そんな早くいかねえから、これ。逆じゃない？嘘。ひらに潰してね。あれ、こっちはダメなんでしたっけ？変わってあげようか。どけ。選手交代。ガソリンさんのカメラ回ってる？うん、ごめん、回ってなかった。真ん中に入れなきゃだめでしょ。うん。雷の突っ込みし、
骨もダメだなって言ってるこれ絶対入る、うん、あ、入りましたカツオフグ見てごらん、こう、うん、え見えねえ見えねえ見えねえ、食っちゃったよ、食っちゃった、ダモンさん言っちゃった、ちょっと待って待って待って、あ、よ待てよ、あ、ない、いいよいいよ、え、うん、できたどう、ほら、うまいじゃん、ほら俺だって締める方向間違っただけだから、もう一個いっちゃう、俺、うん、じゃあ3つちょっと作ってみて、うん、ここで一回置いてみて、うん、ひらにしてごめん、うん、この辺ちょっと、ここだ、どうですか、うん、てちゃんどうですか、うん、バッチリですね、これでこれをさ、回転させるんで、なるほど、起こしたから借金だったラジオベンチ壊したよ、でも挟めたもうちょっとその感覚が空いてるといいよ、いいじゃん、はい、どうですか、うん、どうでしょう、これほら折り曲げられるかな、うん、可変なんだよねこれね、うん、やってみろこの状態で折るかあ、確かにこうだよね、縦にこうこうなってない、そう、うん、分かってる、本当にこれをこう、そう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 、でいいんだよね、あ、そう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 いいじゃん、俺犬じゃないから集中して、てっちゃんにもらっちゃうよ、俺も怒られちゃうはい、集中集中神様、神様成功してくれ、あ、うまい、今日一だよ、可変じゃなく、溶接したいのそれ関係ないんで、あ、うん、いいんじゃない、これ最後の仕上げでこう、うん、締める感じですか、うん、あの針の角度を見回して、そうです、血出ちゃった血出ちゃったケツから血出ちゃっただから一回も出てねえからそれ一回も出たことない、何がだ、みんなに言われてんだからね、俺、いや俺みんなに言っといた方がいいでしょ完成ですか、ゆうちぃさん、こんなに真剣なゆうちぃさんの顔見たことあったでしょうか、今こんな感じで出来栄えとしたこんな感じですよね、うん、カレーに、うん、ちょっと癖をつけてな、いいんじゃないですか、ね、もう完成ですか、うん、これは俺がヨッチーさんが押したかった、うん、カワハギ、カワハギかカワハギだろ、名前はカワハギ太郎でちゃん、すいません、かっこいいやつもねラプターとか、あのプレデターとか、あでもさ、これ基本的にラプターの付けりなんですよね、こうやって、うん、そうそうそう、ラプター、カワハギカワハゲになっちゃった、ゲレた、アプターカワハゲ太郎、こんな感じでどうですか、参考になってるのこっちね、うん、はい、島の女性完璧、島の女性大和の大和さん、大和の大和のミカさんが作ってるこれ今回作ってます、どうですか、はい、カワハゲカワハゲラプターラプターカワハゲ、ラプターカワハゲ、あとだと、うん、はいはい、うん、このこれを